やっぱいいね。老舗の作ったキーボードは、いい感じ。なんだよダネコ、また新しいキーボード買ったのか。いや、ゲーム用の新型が出たの見たら欲しくなっちゃってね。アキトも買ったら。いらねえよ。キーボードばっか一体いくつ持ってんだよ。いっぱいキーボード増やしたって手が3本4本使えなきゃ意味ねえだろ。全部同時に使うわけないだろ。いろいろ試して調子が出るやつを探してるんだよ。ゲームの種類によって使い分けたりできるし。キーボードなんてそんなに変わんねえだろ。変わるよ全然。クリック感のいい青軸も好きだけど、静電容量無接点方式のストンと落ちる食感もたまらないよね。指疲れないし、反応いいし、寿命も長いし、自分好みに調整できるし、言うことなし。しばらくこれで行こうかな。でもそうなるとマウスも考えたいよな。マウスもかよ。マウスこそ命だからね。重さや摩擦で素早いエイミングの精度に差が出るからね。ダネコ、その重たい太い腕で動かしてんだから、マウスの重さの違いなんか誤差の範囲だろう。全然違うよ。大違いだよ。これで勝敗が変わるんだよ。そんな道具に頼ってるようじゃダメだな。プロを目指すなら何だって使いこなせなきゃ。工房も筆の誤りって言うだろ。工房筆を選ばずね。似たようなもんだろ。全然違うよ。とにかくうまいやつは何使ったってうまいんだよ。そんな細かいことなんか気にしねえんだよ。そうかな。そうだよ。じゃあちょっと使ってみる。もうこんなもん大して変わりゃしねえんだよ。どう？なあ。何？これいくらするの？